Baby Bus. Hi. ここを登録してね。お客さんが一人もいないわ。うみゆみゆ、服とピピとおもちゃ買いに来たよ。本当？みんないらっしゃい。さあ見ていらっしゃい。おもちゃ屋がオープンしたよ。最新のおもちゃがいっぱいだよ。最新のおもちゃだってちょっと行ってくる。わあ、かっこいいおもちゃがいっぱい。いらっしゃい。見るだけでもこの飴をあげるよ。うわあ、飴。飴には目がないんだ。俺にもちょうだい。あ、ダメ。みんな行っちゃった。おじさん、服におもちゃを買ってあげて。うちには親子で楽しめるおもちゃがありますよ。家族みんなで楽しめるおもちゃだって。ちょっと行ってみよう。服もいたね。気に入ったおもちゃはあったかい？声ばっかり大きくてこっちにも考えがあるぞ。ミュウミュウ、電話機と懐中電灯貸して。はい、これ。じゃじゃーん。このマイクを使えば僕の声がもっと大きいはずさ。うわー、すごい。さあ、いらっしゃいませ。おもちゃが無料ですよ。おもちゃが無料だって。あ、ダメ、行かないで。おもちゃがいっぱいだ。俺のお客を全部取るつもりか？そうはさせるか。じゃ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 んじゃじゃん。さあさあ皆さん、こっちを見て。最高にかっこいい最新のスマートトイですよ。とってもかっこいい。スマートトイだって？負けるもんか。さあ、お客を全部取られちゃった。最後の手しかない。さあ、ゲーム機だ。これ最高なんだ。バスケゴールか。あ、いい考えがある。実力を見せてやる。これはなんだ？これはスーパー無敵体験プロジェクターよ。合わさないで、並んでください。
おもちゃはいらないよ、うん、俺はマイクを買うよ。スピーカーは僕が買うよ。プロジェクターは私に売ってくれ。おもちゃは買わないんですか。うちのおもちゃを全部あげるからプロジェクターを売ってくれないかな。わー卵がいっぱいある。中に何が入ってるのかな。あれ卵5つくるくる回る赤卵割ったら何が出るかな。卵4つくるくる回る黄色卵割ったら車のドア卵3つくるくる回る青卵割ったら車のライト走るよ。
らごと出てきた電車、電車に乗ってどこまでもそれ行け電車、シュシュー出発電車、チカちゃんごちゃん野原を走るよ、電車がちゃんちゃんちゃん森の中走るよ、魔法の卵の中からビュンビュン高速列車だよ、高速列車でどこまでもそれ行け列車、シュシュー出発高速列車ビュランビュラン野原を走るよ、列車ニュワンニュワン森の中走るよ、今日はとっても楽しかった、へん、一緒に遊んでくれてありがとう、どういたしまして、光の速度で走るおもちゃ。赤ちゃんザルのシクリはおもちゃをたくさん持っています。レインボーボールを投げたり蹴ったりして遊んでいたら、コロコロコロ、レインボールがソファーの下に転がり込んでしまいました。あー、つまんない。シクリはおもちゃ箱からモンスタートラックを取り出すと、ソファーの上や床の上で走らせて遊びます。ブルルーン、モンスタートラックのお出ましだ。バン、モンスタートラックが食卓の足にぶつかってびくともしませんね。するとシクリは今度は絵本を持ってきて見ています。絵本を座ったまま見たり寝そべってみたりして、絵本に飽きると食卓に放り投げてしまいました。お父さんにおもちゃを片付けるように言われても聞こえないふりをして行ってしまいます。翌日もシクリはおもちゃを取り出して遊びます。部屋の隅やソファーの下、机の下におもちゃや絵本が散らかっています。その日の夕方、シクリは誰かの声に驚いて目を覚ましました。一体誰だ？寝ぼけたシクリはベッドからそっと起き上がると辺りを見回しました。なんとそれはおもちゃたちの声でした。部屋の隅やソファーの下で寝なきゃいけないなんて本当にやってられないや。そんなの大したことないさ。おい、レインボーボール、俺を見てみろ。体中あざだらけだぞ。おもちゃ箱に入って休むこともできないなんて。いたたた、口を動かすだけで痛いよ。シクリは本当にひどいよ。モンスタートラックさん、このまま逃げ出そうよ。よし、新しいご主人様を探しに行こう。その時、食卓の上にいた絵本もこう言いました。私も連れて行ってちょうだい、ここにはいたくないわ。私も私も。僕も。俺も。おもちゃたちはみんなシクリとは一緒にいたくないみたいですね。おもちゃたちを引き止めたくなったシクリは大きな声で言いました。みんな、うわ、早く逃げろ。うわ、早く逃げろ。シクリを見た途端、おもちゃたちが逃げ出しました。シクリはもっと大きな声でおもちゃたちを呼びました。ごめん、行かないで。これからはおもちゃ箱にきちんと片付けてあげるから。ふん、誰が信じるもんか。早く逃げろ。おもちゃたちはシクリのことが全く信じられません。逃げてばかりいます。ボタン、なんてことでしょう。慌てた絵本がぶつかって転んでしまいました。その姿を見たシクリが急いで駆け寄って
絵本を拾い上げました。絵本さんごめんよ、二度と君を食卓の上に放り投げたりしないから、僕のことを許してくれ。わかったわ。この様子を見たおもちゃたちはみんなその場に立ち止まり始めました。モンスタートラックとレインボーボール以外は、ガタ、モンスタートラックのタイヤが引っかかったみたいです。びくともしませんね。するとシクリが絵本を持ってやってきました。モンスタートラックごめんよ、これからは君のこと大切にするよ。お願いだから僕と一緒に家に帰ろう。うん、いいよ。あとはレインボーボールだけです。トン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 、廊下をレインボーボールが歩く音が聞こえてきます。シクリは絵本とモンスタートラックを抱きかかえて廊下の方へ走っていきました。レインボーボールさん、レインボーボールさん、ちょっと待って、二度とソファーの下に置きっぱなしになんてしないから、また僕と一緒に遊ぼう。トン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 、レインボーボールも立ち止まりました。シクリ、早く起きなさい。朝です。お父さんがシクリを起こします。シクリの布団を持ち上げると、絵本やモンスタートラック、レインボーボールがありますね。シクリ、パパがいつも言ってるだろう、おもちゃは寝る前におもちゃ箱に片付けなきゃダメだって。はい、わかりました。早く起きたシクリは家中のおもちゃや絵本を全部片付けました。みんな忘れないでね、おもちゃは夜寝る前に全部おもちゃのお家に返してあげてね。